こんにちは、千秋です。イザミルです。あの2019年初めて私たち、ソカインジャパン、ジャパンソカウィーケンドでジュベをやりましたよね。はい、いつも通りな感じで話してくださいよ。あのめっちゃ構えてる。めっちゃ構えてる。めっちゃ構えてる。なんでなんで。いつも通りじゃない。あ、じゃあいつも通りじゃないか。じゃあテイク2で。テイク2。2019年はいろんな挑戦をしましたよね。いろんな挑戦しましたね。しましたね。大変でした。とても大変でした。本当に。まず一番大きな挑戦としては、ジュベをやったことだと思うんですね。ジュベっていうのはカーニバル、トリダードのカーニバルの前夜祭で、夜から深夜から朝にかけてペイント、パウダー、ドローを掛け合いながら、投げ合いながらドロンコになってトラックの、音を追いかけながら踊り狂うという前夜祭なんですけれども、それを日本で実現したいということで、2019年見事成功に成功を収めました。ありがとうございます。プロモーターを務めたのが、イザメですね。こちらにいる、はい、ジュベをやるにあたってすっごいこだわりがあって多分やったと思うんですけど、これだけは譲れない、絶対にやりたいっていうところありましたか。システムですか。システムですよね。システムですか。システムですか。やっぱり爆音で、爆音ですね。スピーカーで、システムスピーカーを揃えていい音で、ガンガンに鳴らしてジュベを大きな音で、ガンガンの環境の中でお酒飲んでぐちゃぐちゃになったよ。全部バスで出て、あの、そういうの、はい、本当に 100% どころじゃない開放感が出る。現地で味わってるジュベって、もジュベってしかもなんかローカルのジュベもあって、で地域ごとにこうトラックにスピーカーを乗せて、こう各地域でこう練り歩くとか、ある時こうなんかあのみこしと一緒で鉢合わせする時があって、あの時も音とかガッチャガチャになって、でも あれでもあのお互いよーみたいな感じで、あのまた違う道行ってみたいな、こう練り歩くみたいな。じゃあ、ジュベを終えて一番、いや本当にやってよかった、この瞬間最高っていう瞬間ありました。瞬間出来事でもいい。みんなが手を挙げて上向いて目つぶってあーって踊ってた時、もうなんだろう、昼間のジュベがもうすごい楽しすぎて、もう心も体も満足しちゃって、その言葉を聞いた時にやったと思って、そうすごい嬉しかった。なんかもう なんて言ったらいいの、山登りきった後、なんて説明したらいいのかな、もうやりきった、やりきってもう大満足っていうか、もう本当に心がなんか充実してるっていうことを、なんか外国のお客様も含め、日本人のお客さんもあの言ってて、ああ、ジュベやってよかったなって思って、そう、なんか思い出しただけでもちょっとこう、うるっとした。が一番いいじゃん。パーティーでそんなに人の全く飾ってない笑顔を、なんだろう、エナジーを引き出せるって、やっぱりすごいと思うし、そのミュージックのすごいところっていうのは、やっぱお客さんが一番主役で、で、その絶対に嘘じゃない笑顔をお客さんから引き出すことができるっていうのが、すごいね、イベントやってる側としては本当に最高のことですね。それも、もう、なんかね、ああいうね、本当の開放的なやつが10代ですね。そうですね。今年はなんとジャパンソカウィーケンド2020はカーニバルをやります。イエーイ。これは本当にビッグプロジェクトなので頑張りましょう。じゃあもう頑張ります私たち。はい。
灰になるまでやり尽くします。頑張ります。なので、ぜひ楽しみにしててください。